無敵かと思いきや、すでに狂気だな。 邪魔をするな。それは俺たちが嫌い。ネコ人、それはよこさ。ほら、ネコ人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 
医療団は逃げ去ったようだ。奴らが欲しがっていたのはこの薬か。業界の風刺、薬。それ、奴らのか？うん、三人みんなつけてた。何なのかな。ただのゴーマよ。慈善団体を襲うようなね。これでばあさんのお使いは全部こなした。ローグレスの酒場へ戻ろうぜ。麻婆カレーが随分気に入ったんだな。そうなのかな。私に聞かないで。ベルベットは美味しいと思わなかった？わからない。え？あいつは食い物の味がわからないんだ。いくら食っても満腹感もない。感じるのは血の味だけ。そう言ってた。そうなんだ。どうした？いつも以上に元気がないな。僕役に立ってるのかな。ほん？六郎は何でも切れるし、アイゼンは誰でも殴る。ベルベットは強いし、何でも食べる。でも僕は格闘術は得意じゃないし、いつも元気がないって言われるし。そこに引っかかるか。戦いというのは攻撃だけ強くても意味がない。攻守のバランスが大事なんだ。お前の回復術があるおかげで俺たちは迷わず戦えている。そうね。何もしなかったマギルーに比べたらあんたは十分戦力になってるわ。何もしなかったマギルーと比べて。違う。今のはいかにマギルーが役に立たなかったかを言おうとしただけで。いきなり一人前になれると思うな。え？心が解放されて間もないお前がここまで戦い続けられているのは十分にすごいことだ。力というのは心と体を鍛えて培うものだ。お前がその努力を怠らなければ必ず強くなれる。アイゼン。大切なのは強くなりたいという気持ちだ。うん。そういや、さっきすれ違った町の奴らが俺たちのこと話してたぜ。僕たちのこと？ヘラビーサを焼き落として開門要塞を潰したゴーマが王都近辺まで迫ってるから気をつけろってな。派手にやらかした割には静かなもんだ。そのうちもっと有名になるわよ。同志を殺した世界の仇としてね。そうなったら楽しいぜ。どうして？俺たちを捕まえようとする連中が賞金をかけて指名手配書をあちこちに貼るようになるんだ。その似顔絵が書き手によって全然違ってるんだなあ、アイゼン。ああ、俺も自分の手配書を何十枚と見てきたが、化け物にされたり美少年にされたり味わい深いぞ。僕も早く指名手配されたいな。だったら頑張って世の中かき回さないとな。うん、頑張ってかき回すよ。
料理できたわ、一応。料理作れた。できたぞ。本当はもっと切りたいがな。こんなものだろ。お帰りなさい。大変だったでしょう。麻婆カレーはいかが？それとも特製ピーチパイの方が？約束よ、本題を。同志アルトリウスの居場所はダーナ街道の北にある聖霊の新神殿、聖主の御座。しばらくここにこもる予定よ。引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノヌシの先座儀式を行っているとか。聖主カノヌシ、聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位大魔師だけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかもな。十分よ。それなら襲う隙が必ずある。ただし御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても御座の周囲に張り巡らされた結界は欺けない。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ、今仲間が鍵について調べているわ。ただしそれは別会計。そうなるわね。お代はこれ。これは最高に穏やかじゃないぞ。わかったわ。聞かなくていいの？大司祭を殺す理由を。大方大司祭がネクターの元締めなんでしょ。教会のお墨付きで常習性のある薬をばらまいて製造を独占、大儲けの陰で素人どころかあなたたちの仲間にも被害が出てるってとこか。三つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった？合格。いくら凄腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。鞘なんてとっくに捨てたのよ。そう、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。私はタバサ・バスカビル、闇ギルド警視庁の長よ。ベルベットよ、大司祭の情報を教えて。大司祭は毎晩ローグレス王城の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。離宮に入る手段は？この記章を持っておゆきなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった。鍵の情報は頼んだわよ。ベルベットどうかした？なんでもないわ。でもなんか。なんでもない。城に忍び込んで襲うなら徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて
酒場で一休みさせてもらおう。そうね。赤星光のネクターって体に良くないから禁止されてるのに、どうして作ってたのかな。禁止されてるからさ。え？国や政領が世のため人のためだと規律を作っても、その全部に納得がいくとは限らないだろ。タバサの麻婆カレーが禁止されたら、お前はずっと我慢できるか。嫌だけど禁止だし。禁止されようとなんだろうと腹は減る。欲しい客はいるってことだ。だが金製品だけに世に出回る品は限られ、値が釣り上がる。だから作るんだね。綺麗事だけじゃ済まない。世の中にはそこら中に裏があるのよ。裏？金で請け負う殺し屋、密造の武器商人、莫大な利子をつけて金を貸す高利貸し、俺のような海賊も、情報の見返りにボラードになる奴も、ヘラビーサの商船組合も、同じ裏社会の住人だ。ひよこを青く塗って高く売りつけてる奴も、路地裏で虫を戦わせて賭け事してる連中もな。あ、笑顔を向けてくる奴にも裏の顔がある。出し抜かれたくなければ気を抜かないことだ。どんな虫が戦うのかな。そこかよ。ギデオン大司祭が一人になるのは夜よ。準備が整ったら店主に行って休んで。この店は闇ギルドの一員だよ。先代からずっと世話になってる。赤いスカーフが警視庁の印なの？そうだ、よくわかったな。このスカーフをつけた仲間に気性を示せば手を貸してくれるはずだ。アイフリード船長が一時監獄島に囚われていたのは事実だったわ。特等大魔師メルキオルに連れ出されたことも。でもその後の消息がつかめないの。いずれにせよ、清涼があいつを捕らえているのは間違いないな。目的は何なのかしら。海賊討伐のためなら見せしめで処刑するか、あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかしてアイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの。異大陸の異物、あの妙な道具の噂が出回っているのか。可能性はあるな。あいつはある異物を妙に気に入って大切にしていた。どんなものなの。海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だがもし目的がそれなら、利休に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと感謝するわ。その線も含めて引き続き情報収集を頼む。もっともっともっと。違うの、そんなつもりじゃなかった。だけどお腹が空いて、お腹が空いて。病で消えゆく弟の命で姉が長らえるなら、その行為には断りがある。我慢しなくていいんだ。ベルベット、ライフィセットを貯めなさい。お前の言うことなんか。
あんた、どうして、ベルベットが、うなされてたか。気安く近寄るな！私がゴーマって分かってるでしょ！ごめんなさい。寝ても覚めても悪夢の続き。物は石をぶつけると壊れるが、気持ちをぶつけると生き物になる。扱うにも捨てるにも、物の方が楽じゃぞ。何が言いたい？休憩はおしまいということじゃよ。お出かけの時間じゃ。間に合ってよかったわい。あんたも来る気？お主らと一緒におれば鼻炎風を使う女対魔師が現れるぞよと、マギル占いに出たのでな。当たるのかそれ。わしは昔王城に入ったことがある。一緒だと便利かもじゃぞ。邪魔したら捨てていくわよ。敵の本拠地だ。警備は固いぞ。けど闇はあるはず。赤いスカーフをつけた兵士を探すわよ。手形を拝見。確かにこの地下道は王城につながっている。離宮の中に出られるはずだ。巨大ワニがおるでの。ワニ。ワニの好物は魔女だ。さあ行くぞ。
マギルー以外は足元注意でな。暗殺に向かう雰囲気じゃないわね。こんな道を知ってるなんて、やっぱり警視庁ってすごいんだね。その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから、大したもんだ。王国全土に支部を置き、犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だ。わしも聞いたことがある。連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体？その昔、城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追っ手をやり過ごそうとしたが、バークバクバクほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て警視庁の連中は二つの情報を得たという。二つ？一つは人が通れる地下道の存在、もう一つはワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。棒の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな、棒が食うた麻婆カレーには人食いナマズの。行くわよ。うん。こらー、この魔女殺し。お、水が引いたぞ。ワニいないよね。探索船バツビュこの距離なら外しません。ゼロの方、吐く。
市民を守るための城塞都市じゃというに、王家の足元にゴーマがおるとは清涼の怠慢じゃ。確かに清涼にしては脇の甘い警備だよな。巨大な防壁で町を囲ってその内側を守るってのが王国と清涼の対ゴーマ政策だもんな。壁の内側で発生したゴーマにとって外に逃げるのは容易じゃないとも言える。王宮は広いし建物も大きいから隠れる場所もたくさんある。取水口を通り抜けるのはゴーマにとって難しいことじゃないよね。そのくらいのことは清涼も分かっておろう。むしろ支え勘で一網打尽にすればよかろう。ゴーマの存在に気づきながら放置してる。でもそんな理由なんてさっぱらんの。急がないと夜が明けちゃう。こんな時はマギルー占いの出番じゃよ。どちらに進むか、フィッチフィッチフィッチ。マギルー。ああ、怖い怖い。ボーはどっちに進めばいいと思う？僕は。とにかく上に登る場所があるはず。それを探しましょう。
顔じゃのう。小悪党とはいえ人間を殺すのは気が重いかい？別に。あんたみたいにヘラヘラしてる奴がどうかしてるのよ。わしは裏切り者を探しに行くのであって、人殺しに行くわけではないからのう。殺さないといけないのかな。ネクターをやめさせるだけじゃダメなのかな。話が通じる奴ならいいんだがな。酒場の噂話じゃ、あの大司祭は相当な癖者だぞ。今でこそ聖司教も聖領も民衆から支持されてるが、3年前まで閑古鳥が鳴いてたそうだ。そんな苦しい時代にもずっと聖司教会に尽くしてきたのが、あの大司祭ギデオンだったとか。だが降臨の日を境に精霊が見えるようになり、精霊術がゴーマ退治に有効だと知って手のひらを返した。目に見えるものしか信じられぬ愚か者の群れじゃからの、人間というのは。民衆の支持を得た聖司教会の連中は浮き足立って、醜い権力争いが起こったらしい。名ばかりの司教や権力目当てに入信した新参者、大司祭の座を狙った連中はみんな消えた。教会を辞めたの？いや、みんな死んじまったそうだ。病気だの事故だの死に方はいろいろらしいがな。その結果ギデオンが大司祭になった。あ、そうまでして大司祭になったというに、今や民は同志アルトリウス様の大合唱。心穏やかではなかろうの。ま、俺たちにもいろいろ仕掛けてくるかもしれん。用心した方がいいだろうな。どんな奴だろうと関係ない。やるべきことをやるだけよ。決まったが、俺の勝ちだな。
図書室、こんなところに出るなんて。おほー、さすがは王城の書庫じゃ。チンポンが揃っておるの。あ、古代語の本読めるのか。うん、でも僕、暗殺には必要ないものね。欲しいなら持っていけばいい。いいこぶっても仕方ないわよ。ゴーマに協力してるんだから。お前なあ、もっと素直に優しくできないのか。人を殺しに来てるのに無茶言わないで。そんなボロでいいのか。もっと高そうな本もあるぞ。